How much? We are Japanese comedian. And the musician. Please, 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 please take us to your country. じゃあ早くなかったですか？早かった。待ちきれなかった。ああ、そうでございますか。はい。そう、ではですね、ではですね、原宿メモリー第95回、その4でございます。4。いやいやいや、ヨシさんね、焼き餅って焼きます？焼き餅？うん。好きな女の子とか彼女とかね。あんまり焼かないですね。焼かない。はい。どうして？なんででしょうね。うん。なんか例えば好きな女の子が、はい、まあ、彼女もしくはね、うん、なんだろう、他の男と二人きりで会ってるとか、そういうのどうですか？自分の彼女がってこと？ええ、ああ多分もうそれで冷めちゃうんだろうね。それでも恋が冷める？冷めるって結構なんかそういうとこね、うん、冷静になっちゃう人なんだよね。ほう、逆に彼女じゃ なくて、うん、ちょっとなんかあの人いいなとかって思ってる人が他の人となんか楽しげに話したりとか、うんうんうん、そういう方がどっちかっていうと、うん、あーちょっとムカッとする、ちょっとなーと思う、残念だなーって思っちゃう。彼女になっちゃうとそうでもないみたいな。そうでもないね。まあ、ある意味信用してるのかもしれないです。あ、大人だの。あ、そうですか、うん、僕ね、はい、どっちもダメなんですよ。あ、どっちもダメ、彼女、うん、好きになって女の子が他の男と喋ってたらもうね、うん、もうダメ。ダメなんだ。彼女だったらもっとダメ。ダメなんだ。他の喋ってるくらいでは当たり前いいんですけども、うん、二人っきりで会ってるとかね、うんうんうん、もう気に食わなくてしょうがない。あ、そう。もうね、ハンカチ噛みたくなるかってでもそれは彼女からするとちょっと嬉しい部分もあるかもね、はい、そういうの嬉しいと思ってくれる女性がいいんでしょうね、僕はね、きっとね。私はもう必ず言われるのは冷たいって言いますか、ね、ああ、なるほど、私に興味がないの的な感じ。ちょうど僕と吉井さんの間ぐらいの人間がちょうどいいでしょうね。そうですね、はい、うん、というわけで、ね、今回ですね R25 からちょっと持ってきましたですね、はい、男の焼き餅懺悔録と、はい、ね、彼女に求めるルックス面と。ルックス面、うん、はい、服装とかですね。ああ、そういうこと、はい、うん、露出系のことなんでございますが、うん、なんだ、例えばリボンつけてていいかとかね。リボン、例えばですよ。だから、はいはいはい、なんだろうな、そのさっきの男と二人で会うとかっていうところとはちょっと違うんですけども、服装、うん、こういう服装は NG だみたいな、あ、はい、ね、うん、肩がむき出しの服 NG とかね。うーん、はいはい、その NG が何パーセントぐらいいるのかと。ほう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 。という調査。ええ、はいはい、私が先ほどしましてですね。はい。してないでしょ。R25 から。R25 から。ね。はい。で、まずね、うん、肩がむき出しの服、肩出てる服ですよ。ありますね。はい。こういうの吉田さんどうですか。まあ別にいいんじゃないですか。うん、僕もこれはいいと思うんですけども、うんうん、NG 度 54.8%。二人に一人はダメ。そう。自分の彼女がってこと？うん、そう、彼女でしょうね。うん、はい。うん、次、うん、背中が大きく開いた服。あー、なんか、なんだ、ドレスっぽい感じ、うんうんうん、はい、これどうですか。逆にドレス以外でそういうの見たことがないからね。まあドレスだとじゃあ考えましょうよ。だから全然いいかなと思いますけどね。ほう、僕嫌だこれ。嫌なの、うん、なんでなんで背中見せんですか。あー、でも胸見せる理由でしょうん、まあそれはそうだけども、うん、背中は僕だけのもんだ。あ、そういうこと？ええ、これね NG 度 62.0% ですよ。でもまあそれでも4割は OK なわけだ。まあ6割は NG ですよ。NG だけどね。うん、うん、はい。次、はい、短めのミニスカート、これどうですか？ああ、ミニスカートでさらに短め、はい、女子高生みたいな感じですよ。うん、別にいいかなって。彼女 OK ですか？っていうかなんか。なんつうんだろう、 うん、それって嫌だっていうのは焼き餅ってことでしょ。うん、焼き餅ですよ、完璧な。なかなか他の男にそれを見られるのが嫌だ。そう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 、そういうこと。そういう感覚はないですね。街中でも OK ですか、これ。逆になんか恥ずかしいからやめなよっていうのはどっちかってこう親的な感じになってるわけですね。そんないいもんじゃないんだからさみたいな何それみたいな感じ。なるほどね。怒られちゃうんですよ、これ言ったらね。僕これ完璧ダメなんですけど、ダメなの？ NG 度 73.4%。
高いね。高いですよ。はい、次、胸元の大きく開いた服どうですか。だ、胸の谷間とか見えちゃうみたい。まあ今までのに比べたらちょっと、うん、ちょっと来るものはあるね。お、じゃあ三角ぐらいまで来るわけですか。三角ぐらいかな。でもまだ大罰ではないと。大罰ではないかな。まあ、僕完璧全罰です。この全罰なん。こんなめちゃめちゃ大きい罰かけます。あ、そう。何してんだよお前。そんなに露出したいのかと。そんなに他の男に見せたいのかと。そもそもでもさ、はい、そういうのが好きな人いるじゃん。いますね。基本的に露出ファッションが好き。あ、バズれ。うんうん、そういう人をそもそも彼女に選ばないもんな、うん、僕もそうですね。だよね。アバズレ、アバズレ、アバズレとか言っちゃいけませんけど、アバズレ、はいね、これね、はい、一般的な回答、あの NG 率は 77.8%。 あ、胸元、うん、はい、次、タンクトップ。タンクトップ女性が、女性がタンクトップ、部屋着以外でありえないですけどね、まあ、スポーツ選手以外ね、はい、はいはいはい、これどうですか。タンクトップは恥ずかしいからやめた方がいいんじゃないのかな。僕もこれ恥ずかしいとかじゃなくてダメ、うん、ダメ。 67.6%。 はい、次、ブラジャーが透ける服。たまにあるじゃないですか。まあでもなんか健康的な感じだったらいいんじゃないですか。ブラジャー透けてたもん、うん、ブラジャーが透けてるわけじゃないでしょ。透けてるんですよ。ブラジャーが透けてる、うん、この絵見てください。ちょっと分かりづらいんですけど、この絵見てください。シースルーの服着てるんですよ、ブラジャーの上に。あー、ん、あれでしょ。だから例えばなんか白いシャツとか着てさ、うん、そのブラジャーが透けてるってことでしょ。ブラジャーが透けてるんです。ブラジャー自体が透けてるわけじゃない。ああ、それは別にね、パイオツが見えるわけじゃないんですけどね。どうなんだ、意図的になんか見えるのやってたらなんかやらしいなと思うけど、うん、見せブラだからとか逆にやらしいですよね、あれね。うん、なんか別になんか線が見えてたりとか、うん、ちょっと薄く見える分にはまあいいかなって気もしますけどね、うん、それを意図してないだったら、うん、ダメです。僕はダメです。たまにね、うん、服とかでなんかギリギリの 服で、うん、なんか一生懸命服で隠してる女の子いますよね、女性。ほうほう。ブラジャーとか見えないようにね、うんうんうん、なんかそれが落ちて見えてると、うん、残念な気持ちになりますね。なるほど、はい、あと もう一個ぐらいじゃあ言っておくと、うんうんうん、深いスリットの入ったスカート、これどうでしょうか。あのスリットってこのね、裂け目ですよ、裂け目。チャイラドレスみたいな感じ。そう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 。うん、まあいいんじゃないですかね。でツンパーが見えるかもしれないじゃないですか、ツンパーが。そうね、なんかね、うん、全体的にまあさっき言ったけど、はいはい、やきもちじゃなくてなんか恥ずかしいからやめなよって感じなんだよ、ね。お父さんの気持ちですね。うん、なお父さんの気持ちっていうか、いやそんな。つまりなんだろう、その。うん、きっとその僕の場合はその彼女を、うん、そのなんていうか恋人として、うん、恋人としてっていうか、うんうんうん、ある意味その別人というか他人として見てるところがあって、うん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 、でも吉井さんってきっと他人っていうよりかは自分の一部ってして見てるんじゃないですかね。あ、うん、なのかな、うん、だからきっと恥ずかしいって感覚が生まれてくんじゃないかな。あ、なるほどね、うん、まあそうなのかもね、もしかすると、うん、うーん、ちょっと吉井さんのこと少し知ることができましたね。あ、そうですか、ありがとうございます。全然知らないんですけど、いまだにね。はい、というわけで、ね、まあ、男のやきもち懺悔力なんでございますが、うん、基本的に僕は全部 NG だとね、露出系の服は厳しいね、うん、束縛しそうだね、いっぱいね。え、しますよ。されるの嫌いですけど。困ってましたね、それは。はい、はい、というわけでね、次回は予告しておくと、うん、次回は、はい、理想の結婚プレビューっていうのやってみますよ。プレビュー、理想の結婚、こういう結婚がしたいみたいな、新婚生活の憧れとか ね、 いいね、はい、というわけで今日はこの辺で、バイバイ、グッバイ。